はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。おはようございます。見てください。これねーぷわっとしてますように、にゃんこともねー、かわいいですねー。はーい。<laughs> こんなになってますね。はい、皆さんどうもおはようございます。沖縄おばばです。はい、今日はね、えー、那覇市、ちょっとだけ気温、あの、低めで、えー、最高気温28度。脇 <laughs>、まあ、夏ですけどね。はい、えー、まあ、そういう感じで、 えー、今日もね、一日、まあ、あー冷房とお皿ばできそうで嬉しいです。はい。はい、えー。皆さんどうもこんにちは。まあ、毎日ね、あの、朝に、えー、まあ、いろいろニュースを、まあ、見ましてね、まあ、ネットでなんですけど、えー、いろいろ出来事を確認してるんですけど、まあ、あったほかなニュースばっかりですよね。はい。えー、またね、 またなんか、あの、逆走の運転だとか、あとね、もう本当これ、あの、アホなんじゃないかと思うぐらいね、えー、医者がね、看護師が、看護師にね、まあ、セクハラ、セクハラしたとか、まあ、そういうニュースが多いです。あとね、えー、なんていうのかな、本当にね、私思うんですけど、自分の感情を制御できなくなってる人がどうやら本当に、 増えてきたみたいですね。また、あのー、札のね、札の人事件です。はい、札の人事件です。はい、えー、ホテルで男の人が女の人をやってしまったと。で、えー、まあ、やるつもりはなかったらしく、あのー、どうしたらいいんだ、みたいな感じで。 メールを出したみたい。メールっていうか、あの、まあ、LINE なんだかなんだかわかんないんですけど、SNS にね、ええー、まああ、友達にた助けを求めたみたいなんですけど、で通報になって、えー、発覚という。もうほんとね、自分の感情を自分で制御できない。こういう人が本当に増えてます。もう身の回りで見てもね、えー、買い物に行った時にそういう人にたまに遭遇するんで、 まあ最近は行ってないんで、えー、遭遇しないんですけどね。えー、本当ね、なんか、大丈夫かなって、まあ大丈夫じゃないんですけど、えー、本当危なくなってきてますよね。こういう中でね、接客業とかやってる人たち大丈夫なんでしょうか、本当大変なことになってきますよね。そのうち接客やる人いなくなるかもしれません。はい。まあとんでもなくね、 あのボンボンボーンの人たちが増えているということですよ。もう全くですよね。はい、えー、それから、まあこれは何て言うのかな当たり前だのクラッカーなんですけど、えー、あれですね、ダーキシさんの支持率最低ということでまあそうなるでしょう。はいまあそうなりますよ。 ねえ。だってやってることがとんでもないことばっかですからね。そのうちね、あの、指示母体の一つである石の会とかからもね、えー、干されるんじゃないんですかこの人。はい。えー、だってね、あの、無理やりにね、私の番号のね、保険証とかね、えー、まあ、押し押ししてますからね。 えー、まあ、そういう感じに、まあまあ、本当この人にはずっとやめてほしいんですけど、でも、えー、いわゆるね、えー、きちんとした考えの人っていうのがアウトローなんで、はい。えー、日本においてはね、きちんとした考えの人ですね。例えば、胸尾ちゃんとかね。はい、えー。そういう人たちがアウトローなんですよ。 なんでね、もう、これね、もうほんと頭が痛いような問題ですよね。こういう人たちが主流になってくれれば、全然ことは違うんですけどね。はい。ごめんなさいね。朝ちょっとね、朝はなんかちょっとね、アレルギーひどいんですよ。はい。申し訳ございません。まあ、そういうことでね、えー、 まあ、あんまりね、えー、考えてもしょうがないんで、これ、ここら辺はね。えー、まあ、我々はできることをやると。はい。えー、それ以外ありませんね。<laughs> それから、イスの国やっちゃいましたね。はい、チェアの国やっちゃいました。ああ、病院にね、ドカーンってやっちゃいましたね。で自分のせいじゃない。あれはね、 えー、そっちの方のロ,ロケットがね、えー、あの、ぶつかったんだ、みたいなこと言ってますけど、まあ、苦しい言い訳だなと思います。えー、こんな中ね、梅じいさんが、ああ、チェアの国に行くみたいなんですけど、何の悪だくみするのやらってことですよね。はい。<laughs> どうやってね、えー、 経済の危機をね起こそうかとかそういうことを話すんじゃないんでしょうかねこの人たち本当ねろくでもない人間ですからねあのネタネタもそうですしね梅ちゃんもそうですしもうしょうがないですねこういう人たちはあ本当にね、えー、悪の間にねはい、えー、魂を売った人っていうのはこういう風うに ななるんだなーって思いいますはい、もうね一般人の、ね、犠牲になった方本当お気の毒だと思いますね。はいえー、まあねこれがどこまで、えー、大きくなるか多分大きくなるんでしょうけどまあイランにねイランイランにね あの、仲介に入ってね、あんたが止めてくれ、なんて言ってますけど、まあね、えー、止まるかどうかわかりません。相当怒ってると思いますよ。イノランランも。はい。まあそういうことなんで、まあね、えー、原因も上がるでしょうね、引き続き。はい。えー、でもって、今日のニュースにね、えー、ちょっと、 話があれななんんでですすけけどど長くなっちゃうんですけど金のアクセサリーとか金をね売っちゃってる人たちが続出してるみたいですね。今あの高くなってるんでね過去最高の値段みたいなんで、えー、売っちゃってる人がいるんですけど売らない方がいいですよまだまだ上がりますからはい、えー、そういうことでございますもうねあのー、ここら辺で えー、まあ生活苦しいから売ろうって言って売ってるんだと思うんですけどはい、えー、まだまだ上がりますはい売らない方がいいですよ今ははいそう思いますはいそういうわけですねえー、まあ頑張りましょうどんどんねこうやってあのー、国際情勢がおかしくなってきて我々の生活がねどん,どん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 おかしくなってくるわけなんですけどまあしょうがないですこれはい しょうがないです。これね、あの、想定内なので、はい、想定内です。えー、なんで、ほんと、シクビシクって言ってるのは、こういうことなんですね。はい、えー、皆さん、頑張りましょう、今日もね。はい、それでは、一日よろしくお願いいたします。沖縄おばばでございました。あにゃーいいですね。はい。ね、久しぶりに、パナタのおてってでございましょ。ねーはい、みたーん。